どうも、キスケです。ということで本日はですね、まあ公式 X の方では告知があったんですけど、新しい全開覚醒と新しい専用ユニフラで、アップデートがなされてるかなされてないのか、まあそれを見ていこうかなと、思います。はい。フラグメントバトル、さらにその先へということで、あれこれはもう見たね。うん、 OK。強化祭やるんや。あー、なるほど。はい、やるらしいですね。いつからこれ？22日。今日は19日。ずれてるね告知した日からやってくれよって思いません？はい。で、一部地域の法改正に伴い以下の対応を実施したと。なるほど。まあスロットリムーバーが入ってる商品が買えなくなったっていうことでしょうね。うん。まあこれは完全に僕の予想になるんですけど、まあおそらく、まあこれ予想っすよ。ただの。スロットリムーバーってさ、商品じゃないですか。その無料でゲットできるアイテムやけど、お金払って買えるアイテムでもあるわけじゃないですか。で、それを使ったフラグメント強化に、その、パーセンテージがないやん。何パーセントでこれスロット3、3つ目が開くのかとか、何パーセントでこの数値になるのかみたいなパーセンテージがないでしょう。記載されてないじゃないですか。でそれって、まあ僕何回か言ったことあるんやけど、どうなのとは思うんですよね。金払って出す商品でパーセンテージを書かないっていうのはどうなんだとは思いつつ、まあないがしろになっとったわけですよ。まあ多分グレーだったんでしょうね。でそのグレーのところが法改正に伴いもうブラックになったとだから買えなくなったっていう、多分そういうことだと思う。うん。だから運営は、あ、予想っすよこれ、ただの予想やからね、深入りしないように、はい、鵜呑みにしないでくださいね。まあ、予想だけど、運営はそのパーセンテージを記載するくらいやったら売らねえよという処置を取ったんでしょうねそういうことでしょうね。はい。で、アップデート19日、各種データの更新か。はい。クーラの特殊圧破壊光線に対し気弾系による、攻撃へのカウンター相殺吸収が発動しない。なるほど。まあ、全開覚醒するあれですよね、キャラクターですよね、このクーラは。はい。っていう感じなのかな。うん、そんぐらいかな。はい。ということで早速性能の方を見ていきましょうかね。スパーキングのグリーン、めちゃくちゃ古いキャラクターっすよね。ここだ古っ。はい。ということで全開ステータス見ていきましょう。はい。射撃タイプステータスはこんな感じか。まあ思ったより高くないかな。思ったより高くない。まあ打撃圧がなんか顕著に低いからそう見えるだけなのかな。で、デスビーム、特大ダメージを与えてヒット時極出血を 100%、 はいはい。被ダメージ 30% アップの能力低下。おー、なるほど。で、特殊圧破壊光線、これかバグってるやつね。発動時状態強化効果を消去、ヒット時気力50回復、手札3枚破棄、極出血 100%、 泥足1段階ダウン10カウント。さらに特殊圧カードを使用した回数に応じて、以下の効果が発動すると、1回目 50% で気絶。え2V1 強くね、それは。2回以上 20% で気絶。え、 2V1 気絶強くね、さすがに。なんか気絶ってさ、もうなんか 20%30% の領域でなんかちょろちょろやんのかなって思ってたけど、 50% か。でこいつ強大な敵タグ持ってるわけでしょ。だから気絶したらスーパー17号の鬼コンボが続くっていうなかなかだるいね。で追撃可能と。これ覚醒する前こんなんやったんすよ追撃すらできなかったんすよ。おもろいよね、そう考えると。めちゃくちゃ手こ入れはされてるって感じか。でメインアビリティ、特殊圧をドロー、体力 25%、 気力50回復、射撃用ダメージ 30%、 泥足1段階アップ。全開アビリティがグリーンかつ強大な敵、
バトル開始時4ダメ 70%、必殺アーツの威力 80%、すご、被ダメージ 60% カットで、気力回復速度 50% で、ドロス1段階アップ、必殺アーツのコスト10ダウンで、自身が打撃射撃必殺アーツを使用するたび、敵が出血強出血極出血である場合に、余ダメージ 40% アップ。なるほど。まあだから特殊アーツ使ってから、まあ極出血に入れて、あ違うか、あそうですよね、極出血に入れて追撃してくださいねみたいな、それかデスビーム。なるほど。で無常な実力、場に出た時余ダメージ 50% アップ、発動回数1回、打撃射撃特殊アーツのコスト5ダウン、敵全体に体力非回復量 30% ダウン、戦闘不能な敵バトルメンバー1人につき射撃用ダメージ 30% ずつアップ。で打撃アーツヒット時、射撃アーツをドロー、打撃アーツヒット時射撃アーツをドロー、へー、次に発動する射撃用ダメージ 70% アップ、交代時リセット、冷酷な視線、カバーチェンジ時、気力30回復、気力30減少、気力回復量 30% ダウンで、場に出てるときまたは控えにいるとき、敵が必殺アーツを使用するたびに、余ダメージ 30% アップ、味方の体力 10% 回復、戦闘不能でも発動する。ほう、なるほど。自身の余ダメージ 30% アップはどっか行くってことそういうことですよね。まあ体力回復だけってことなのかな。じゃあはいはいはい、なるほど。冷静沈着な判断力、自身が場に出てるとき敵の圧による攻撃を受けるたびに、以下の効果が発動する。余ダメージ 10% アップ、上限 50%、 味方の待機カウント2カウント短縮、発動回数1回、交代時リセット、敵の気力5減少、敵と対峙するたびに体力 5% 回復、気力30回復、敵に必殺究極覚醒威力 30% ダウン。おー、なるほど。微妙じゃないかな、正直。いや、どうだろうな。だってグリーンでしょ。だグリーンの強大な敵ってさ、ブロリーにさ専用ユニフラ追加されたでしょ。あっちでよくねダメか、こっちの方が強いんけ。どうなんやろな、ちょっとわからんね。まあでもこの特殊アーツの 50% 気絶はクソうざいと思う。クソうざいけどまだ諦めがつく、 2v1 やったら。なんか 30%20% の気絶引くよりこっちの方がまだ気持ち楽じゃない。で 50% 外した時は結構痛そうまあでも追撃可能やからね。気絶しなくてもそのまま追撃でコンボ取れる可能性があるっていう。でしかも極出血は 100% でしょっていうのを考えると、まあ悪くはないのかな。特殊アーツドローもあるしね。ただまあユニークアビリティがなあんま強くなさそうなんだよな。まあ、最近のコンボ長いからこの余ダメ上限の 50% は結構簡単にクリアできそうではあるんやけど、もうその頃には食い固くで死にそうそれかなんか控えに戻って特に活躍することなくなんか 50% がどっか行っちゃうみたいな。一応15カウントやからね、10カウント待機カウント回ったとしても5カウントは上限 50% で殴れるっちゃ殴れるんやけど、そんなうまくいくかね。はい、あ違う、交代時リセット、体力んカウント短縮だけじゃないのかな、これどうなんやろう、全部か。じゃあ余ダメ 50% 上限してもほぼ瀕死やったら意味ないのかな。はい、ってな感じですね。まあ、微妙かな。微妙っすね。まあ、使われることはないでしょうね。で、フラグメントまだ見れんのかな、もう入ってるんすよね中にデータが。あほらお知らせにはなかったんやけどデータには入ってるんすよ。別に日付進めたとかそういうんじゃないっすよこれ。ということで見ていきましょう。
最終形態クーラーの、専用ユニフラ、はい、これまだね動画撮影してる頃にはね、公式 X で専用ユニフラ追加しますよっていう告知があっただけで、誰が追加されるのかっていうのはまだ公表されてないんやけど公表されてないんやけど、なんとレジェンズのデータ内に入ってるっていう、なめた仕事してますわ、ほんまとんでもないっすね。そういうこと、明日祝日やから社員のみんな休むためにもう入れとけって感じかまあそれはしゃあないな、休みやったら。ということでスロット見ていきましょう。スロット1、体力が 15% で、攻撃力と防御力がおのおの、あ違うか、60、攻撃力が 60%、 防御力が 80%。 ほうで、スロット2、余ダメ 90%、 すごいぜ。で、被ダメージ、25% カット、クリティカル 50%、基礎気力回復速度 70%、 控えに戻ると体力 15% 回復。ほう、強そうやな。で、場に出ると一番いい能力がこれか、ドロソク1段階アップ、場に出ると敵の気力30減少、控えに戻るとクリティカル発生率 15% アップ、発動回数2回、クリティカルダメージ 20% アップ。基礎クリティカルが 50% あるから、ほとんどの攻撃があれになるんじゃない、クリティカルになるんじゃない。すごいフラグメントではあるけど、なんかブロリーほどのインパクトはないかなっていうイメージがあるんやけど、どうなんでしょう。うん、ちょっと素の能力見てみるか、久々に。どこや、最終形態クーラスは、クーラさんはここが、はい、うん、こんな感じやね。ユニアビは余ダメ 40%、 あ違う、これ条件付きか。バトルメンバーに悪の系譜が1人以上編成されてると余ダメージアップ、控えに戻る際悪の系譜に余ダメージアップ。うん、あこいつあれなんや素の状態で余ダメアップ持ってないんだ。はあ、それは弱いね、そりゃ弱いな。なるほど。で、専用ユニフラで余ダメ 150% アップがつくって感じか、 90% と 60% アップやから、なるほど。で、プラスクリティカル発生率バンバン上げて殴ってくださいよっていうことみたいですね。なるほどね、なるほどね。どうかな微妙くさいな、正直。微妙そうやね。わからんけどね、もしかしたらめちゃくちゃ強いかもしれんけど、だブルーやから、まあ、これでね、なんかスーパー17号を蹂躙するような秘密兵器になってくれたら嬉しいっちゃ嬉しいけど、まあまずそんなことはないでしょうから、まあ、無難って感じか。なるほどね。はいはいはい。いや、これぐらいなんかシステム的に加えてほしかったね。クリティカル発生率アップしかないじゃない、こっちは。ですよね。たださ、ブロリーの方はさ、必殺アーツドローがついてるわけやん。で、これ全然違うよね、明確に。なんか、機能するか機能しないかっていう点で評価すると、そういうとこなんだよな。ちょっと惜しいね。なんかこういうの欲しかったよな、このクーラにも。なんか場に出ると敵の待機カウント2カウント付与するみたいな、なんかそういうのあってもよかったんじゃねって思うんだよな。はい、ってな感じですかね。ということで、まあ体力回復ついてるもんな。そんな感じか。いや、これどうなるんやろな。ここでクーラーを消化してきたってことは、ガシャさんのクーラーはまあないでしょう、おそらく。もうそういう感じかな。もう幅広く浅くやるんかな、今回の宿敵キャンペーンっていうのは。一応 GT からスーパーベビーでしょ、で専用ユニフラでブロリーでしょ、で無料キャラクターのブロリーで、悪の系譜のね、天使ゴールデンフリーザの全開覚醒で、クーラー2体
でしょ、全開覚醒と専用ユニフラだ。あと残ってんのターレスとかさ、ボージャックとかさ、ブラックとかさ、そっち系になるのかな、ガシャさんで言うと。でもしウルトラで来るんやったら、まあロゼはないよね、さすがに。2体目のロゼウルトラ来るんやったら、ちょっとベジータに分けてあげてほしいなって僕は思ってるんで、まあそれはないとして、ボージャックとか来るんじゃね、久々に。だってボージャック追加されたんいつよもう遥か彼方でしょ。うん、あのレッド属性の変身ボージャックが最後なんじゃない確か。ねえ、知らぬ間に覚醒アーツがどんどん弱体化されてってすっげえ弱くなっちゃったけど、なんかこういうね、ウルトラボージャックとか来るんじゃないかなっていう。で紫のボージャックの特殊カバチェンをこう装備してるみたいなね、なんかそういうのあってもいいんじゃないかなとは思いますかね。はい、ということでいかがだったでしょうか、今回追加される、クーラーの全開覚醒と専用ユニフラについて、コメント欄で感想を教えてください。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。